重砲刀剣類所持等取締法、模擬重機模擬重機とは、金属製、モデルガンのうち、法令に定める改造防止基準に適合しないものを、言う。暴力団の武装化対策として1977年の、重砲刀剣類所持等取締法改正によって、規制対象に加えられたものであり、模擬重機に該当する、金属製、モデルガンは、 販売目的の所持が禁止されている。1970年代初頭、暴力団の対立構想の増加に伴い、金属製、モデルガンを改造したい放銃器が大量に出回り始めた。増加する改造事犯に対し、ガン従業界は自主規制団体を設立して、改造防止策を講じた製品を販売し始めたが、自主規制には限界があり、改造対策として、 十分な効果を発揮できなかった。発砲事件の続発や改造銃の応酬数が減少しない状況に対応するため、1977年に銃刀法が改正され、金属製、モデルガンに対する法規制が行われた。法令改正により、金属製、モデルガンに改造防止基準が設定され、基準に適合しないものは模擬銃器として、 販売目的の所持が禁止された。金属製の拳銃模造品のみが対象となる模造拳銃規制と異なり、拳銃、小銃、機関銃、猟銃などの形態を問わず、撃発装置に相当する装置を有する金属製、モデルガン全般を規制対象としている。法令に定める改造防止基準に適合する金属製、モデルガンには、 業界団体が定める安全マークが付されているため、規制前のものと区別することができる。販売目的の所持を禁止した理由は、改造が容易な模擬重機が販売により大量に供給され、違法改造を起とする者の,の手に渡ることを防止するためである。したがって、個人が所持している模擬重機については、販売を目的としない限り、取り締まりの対象にはならず。 そのまま所持が認められる。ここで言う、販売とは、不特定、または多数のものに対する優勝譲渡と解され、不特定、または多数のものを対象にする意思があれば一人に対する優勝譲渡でも販売に当たり、反復の意思があれば一回の優勝譲渡でも販売に当たる。なお、友人、知人間での交換や譲渡、販売を目的としない製造や購入は、 禁止されていない。規制の例外として、輸出のための模擬重機の製造もしくは輸出を業とするもの、または、その使用人が、業務上所持する場合は、事業上の所在地を管轄する、都道府県公安委員会に届け出ることにより、販売目的の所持が認められる。重等法、第22条の3第1項の定めにより、金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、 機関銃、または量銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有するものは模擬銃器の該当要件を備える。ここで言う金属とは、鉄、銅、亜鉛、アルミニウムなどやその合金の総称である。従って、プラスチック製、モデルガンは模擬銃器には該当しないが、主要部分が金属で作られ、表面のみがプラスチックで覆われているものは、 金属で作られていると返される。拳銃、小銃、機関銃、または両銃に類似する形態を有するものを対象としたのは市販されているモデルガンの種類及び改造事例を考慮したものである。模擬銃器規制はモデルガンの改造可能性に着目したものであり、新生拳銃との外観類似性の悪用を防止する模造拳銃規制のように、 一しく類似するものを対象にする必要はなく、単に類似するという表現がされている。撃発装置とは、新生獣において引き金と連動して、撃鉄や撃進を作動させ、実行を撃発させる一連の機構を指し、違法改造には、この装置に相当する部分が利用されるため、撃発装置に相当する装置を有することが、該当要件の一つにされている。 したがって、これらの装置を有しない、エアソフトガンや、射撃競技用光線銃、スターターピストル、電気銃、銃型ライターなどは、金属製であっても、模擬銃器には該当しない。腰機銃を模した、金属製、モデルガンのうち、神田式のものは撃発装置に相当する装置を、有するため、模擬銃器の規制対象になるが、ひなわ式及びフリントロック式のものは撃発装置に、 相当する装置を有しないため、模擬重機の規制対象にはならない。蒸気の3要件をすべて備えるものとして、主に金属製、モデルガンが規制対象になる。蒸気の3要件をすべて備えるものであっても、重宝に改造することが著しく困難なものとして、内閣不礼に定めるものは、模擬重機には該当せず、規制対象から除外される。内閣不礼に定めるものとは、 重心、機関部隊、引き金、撃鉄、撃震、回転断層、おずつ、スライド及び、有定に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法により測定した、硬さが HB91 以下の金属で作られているもので、表のさらに掲げる区分に応じ、同表の裏に掲げる構造等のいずれかに該当するものを言う。重心、機関部隊、引き金、撃鉄、 激震、回転断層、おずつ、スライド及び、有定に相当する部分に使用できる金属の硬度は、ブリネル硬さ HB91 以下に規定されたため、これらの部品が、規定高度を超える金属で製造された、金属製、モデルガンは、模擬重機に該当しないものとは認められない。ブリネル硬さ91以下の金属とは、金属製、モデルガンに従来から使用されている。 亜鉛合金に相当するが、規定高度以下のアルミニウム合金や真鍮などを使用した製品も市販されている。これらの部品以外のネジやバネ、ピンなどは、鉄等で作らざるを得ないため、規定高度を超える金属で製作しても良い。重等法第32条5の定めにより、販売目的の模擬重機の所持の禁止に違反したものには、1年以下の懲役、 または30万円以下の罰金が科せられる。なお、模造拳銃と模擬銃器の両方に該当するものを販売目的で所持した場合は、関連的競合により模擬銃器規制の罰則にて処断される。暴力団の対立構想の増加に伴い、金属製、モデルガンを素材とする改造拳銃が1972年頃から大量に出回り始めた。百七十四年、 警察庁は法令改正によるモデルガン規制の検討を始めたが、メーカー側が自主規制による改造対策を提案したため、警察庁もこれを受け入れ、メーカー11社が加盟する業界団体として、日本モデルガン製造共同組合が設立された。団体は、金属製、モデルガンの改造防止基準を策定し、第三者機関での基準適合検査に合格した。 製品に安全マークを付すことを定めた。SM マークが付された製品は1975年11月1日から一斉に発売されたが、1976年1月に SM マーク付きモデルガンの改造事案が確認されたことから、回転断層式については改造防止基準が改定され、SM-2 マークが付された改良品が1976年3月から、 発売された。その後さらに改造防止基準が強化された製品には SM2 マークが付され、1976年9月から発売された。当時で回っていた改造銃は拳銃型の金属製、モデルガンを素材とするものであり、改造対策も拳銃型を中心に行われていたが、団体による改造防止基準が定められていない長物の金属製、 モデルガンにも改造事案が確認されたため、後の法規制では拳銃型、長物などの形態を問わず金属製、モデルガン全般が規制対象とされた。ガン従業界は中小企業が多いことから、過藤競争に陥りやすく、よりリアルなものを求める愛好家心理に応えて、売り上げを伸ばすために自主規制基準を逸脱する方向へ流れやすい。 SM マーク付きモデルガンの改造銃が押収された際の調査結果から一部メーカーの改造防止構造が基準に適合していないことが判明している。自主規制基準の検査用サンプルは市販品の抜き取りではなくメーカーが用意したものであるため検査用サンプルと市販品が同等であるかは確認できずメーカーの良心に頼るしかない状況であった。 また少数ではあったが業界団体に属さないアウトサイダーが存在し、これらは自主規制に拘束されないため、改造防止策が不十分なモデルガンの製造を続けていた。さらに、この自主規制は販売を規制するものではなかったため、SM マーク付きモデルガンが製造されるようになってからも自主規制以前の古いモデルガンの販売が継続され、 またアウトサイダーが製造したものも販売できるという点で効果が十分に発揮できなかった。1976年7月、このような状況に苦慮した業界団体は警察庁に対し改造可能な新中製モデルガンを製造しているアウトサイダーや SM マークのないモデルガンを販売している小売業者への指導を求める要望書を提出している。 続いて、同年10月には、総理不礼改正による改造防止基準の法制化を求める陳情書を提出している。警察庁が新たなモデルガン規制の動きを見せ始めた頃、作家などの文化人を中心に規制反対運動が起こった。趣味の領域への国家権力の介入に反対し、ガング従文化を守ることを目的とする。 任意団体として1974年7月にモデルがない効果協会が設立された。1977年には法規制を不服とするメーカーと共に原告団を結成し国を相手に訴訟を提起した。規制反対運動に対し警察庁は改造防止基準の法制化はもともとメーカー側が要望したことであるにもかかわらず金属製 モデルガンは分賃化される、あるいは所持できなくなるなどの誤った宣伝をしたり、モデルガンサービス権と引き換えに子供を規制反対デモに動員しようとしたことなどを批判的に取り上げている。また、法規制を求めていたメーカー側が態度を翻して、規制反対を表明した理由として、長物を規制対象に加えたことや、規制強化に伴う負担の増大などを挙げている。 おもちゃ狩り裁判は1990年7月に1、新の東京地裁で、原告敗訴、1994年3月に2、新の東京高裁でも敗訴し、上告を断念、原告全面敗訴が確定した。改造拳銃が犯罪に使用された件数は、1975年65件、1976年95件であり、 約9割が暴力団関係者によるものであった。在種別では、殺人22件、強盗7件、恐喝16件、暴力行為当処罰に関する法律違反11件、障害発見などとなっている。また、1977年3月に発生した、全日空817便ハイジャック事件にも、改造拳銃が使用され、犯人は機内で暴発させている。 警察庁は、業界団体の自主規制に、一応の成果は認めつつも、頻発する発砲事件や、改造拳銃の応酬数が減少しない、実態などから法による規制もやむを得ないとして、1976年10月に、銃刀法の改正作業に着手した。改正銃刀法案は1977年3月29日の、参議院地方行政委員会から審議が始まり、以降、 衆参両院の地方行政委員会で7回にわたり審議された。模擬重機規制の禁止行為として販売目的の所持が定められたが、ここで言う販売とは、不特定または多数のものに対する優勝譲渡と解され、不特定または多数のものを対象にする意思があれば一人に対する優勝譲渡でも販売にあたり、反復の意思があれば一回の優勝譲渡でも販売に、 当たる禁止行為は販売目的の所持に限定されているため、友人、知人間での交換や譲渡販売を目的としない製造や購入は禁止されていない。販売を目的としない製造や購入は禁止されていないことから、暴力団自らが模擬重機を製造し、または輸出された模擬重機を外国から逆輸入して、 改造銃の素材とする可能性があるなど、規制の実効性を疑問視する意見が出されたが、暴力団による模擬銃器の製造が行われたとしても、それが銃器密造の一端を成しているのであれば、共犯として取り締まり可能であり、外国からの模擬銃器の調達は引き合わないため、実行される可能性は低いとされた。 業界団体が定めた自主規制基準や違法改造の状況を勘案し、新たに法令で定める改造防止基準として以下の概要が示された。改正重当法は1977年5月19日の衆議院本会議にて可決成立し、同年6月1日交付、模擬重機規制は6ヶ月後の12月1日から施行となった。 ラーマタイプの改造防止構造についてはさらに検討する必要があるとして最終的に総理フレイに一任することになったがフレイ制定にあたってはメーカーや愛好家が受ける影響をできるだけ少なくするよう専門家からの意見聴取を行うという付帯決議がなされた改造防止基準の具体的な内容を定めたフレイは1977年9月10日発行の 漢方第15,202号で交付された。改造防止構造を検討するとされていたラーマタイプだが模擬重機に該当しないものとして不礼に定められておらず、鉄製長物なども含めて規制施行後に販売できなくなることが確定した。金属製モデルガンに刻印された SMG マーク業界団体は法規制に適合する金属製モデルガンに付する。 新たな安全マークとして SMG マークを定めた。ルガータイプの金属製、モデルガンは放機制に適合させた製品が新たに発売されたが、コルト M1911 やワルサー P38 など愛好家に人気の定番モデルはラーマタイプに該当するものが多く、スライドアクション式を除いて金属での製品化ができなくなったため、規制を契機にプラスチック製、 モデルガンへの移行が進んだ。1975年から1976年のピーク時には、欧州数が年間戦長を超え、欧州拳銃全体の約7割を占めていた改造拳銃だが、法規制が走行し、欧州数は年々減少した。規制により販売可能な金属製、モデルガンが減少したことに加え、1980年代中頃から、 ガング銃の人気がエアソフトガンへ移行したため、市販されるガング銃のほとんどがエアソフトガンで占められるようになり、現在では金属製、モデルガンの販売数はわずかになっている。近年、模擬銃器に該当する古い金属製、モデルガンがネットオークションに出品されることがあるが、小売業者ではない一般人であっても、販売目的の所持に当たるとみなされた場合は、取り締まりの対象になる。 上述の通り、現在販売可能な金属製、モデルガンには業界団体が定める安全マークが付されている。ありがとうございます。